はい、今日の一品です。まずはうずらの卵をストローで穴をくり抜いていきますそしてここにかまぼこの上の部分ですねピンクの部分を切り落として抜いたらここに埋め込んでいきますこんな感じですねどんどん埋め込んだら完成ですよッしーの卵 お弁当にどうぞ。